おはようございますす川瀬のさんですはい今日は10月の21日ということで、まあ、キュウリの投稿が久しぶりになってしまったんですけど、まあ、うちは全部キュウリ栽培は始まっていてでここが植えたのが10月の5日はい、まあ、約2週間前ぐらいですねでもう1個のハウスの方はもっと早くて9月の29日に 植えているので、まあ、後で行ってみたいと思うんですけどで今回はあの去年はですねこのホリバー今黄色のホリバーがぶら下がってるんですけど去年は黄色と青のホリバーを使い分けてたんですよね交互に黄色青黄色青ってどっちが、まあ、害虫が取れるのか実験していたんですけどで今年は黄色のホリバーを上下につけていきました はいまあ、青の彫り場はつけずに黄色の彫り場を下と上、まあ、どっちがね害虫が集まってくるのかという、まあ、実験をしていってるんですけどでまだ今のところは下の方からキュウリが育っていくので下の方に害虫が多くついてるんじゃないかなと思いますキュウリ栽培始まったばかりなのでそこまでね 目立つようなのはついてないんですけどところどころこうやってちっちゃいハエみたいなのがついてるので、まあ、今のところ下の方がやっぱり多いですね。はい、で、まあ最終的に1年を通して、まあ、どんだけね害虫が集まっていくのかまた改めて報告していきたいと思いますので、まあ、もう一個のハウスにちょっと行ってみたいと思います。 はい、こちらが9月の29日におよそさっきのハウスより1週間早く植えたきゅうりハウスなんですけどもうね上の方までちょうどぴったりぐらいまでキュウリが伸びていてまあいい実験になっていくんじゃないかなと思いますでさっき言ってた青い堀はこれなんですけど去年使ってたのまあ黄色の方がねたくさんいろんな虫が取れるのでま黄色で。 今年はやっていってているんですけどまあ他の農家さんとかもねこうやって上下につけてる人もいれば1、まあ、列だけつけてる人とかもいるので、まあ、どれがいい悪いとかはそういったのはねあんまないとは思うんですけどまあできればねいい実験になればいいなと思って彫り場の数を増やしてみましたはいまあまた改めてえきゅうり栽培が終わる頃に 報告していきたいと思うのでまたよかったら初めての方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いしますまあ、参考程度にしてみてくださいということでそれじゃバイバーイ